そういうのいいもん。わかった。すごいね、マニアックなんだけどさ、あの、ちょっと前に出たさ、出たさっていうか、あの、話題に出たさ、あの、姉さんを知らんけどさ、めっちゃ太っとって、痩せ、なんか、あ、ダイエット番組に出とる。ああ、自転車がバンってなる人やろ。そうそうそう。あの人に見とる。あのさ、わかる人とわからん人とものすげえ分かれるじゃんさ、一般人じゃろ、ほいで。いやでもめっちゃ特集されたけし、なんかね、もう ごめんね、なんかもうここだけの話でさ、すごいもうなんかカットしてさ、もうよいしょっていうところだけ喋るけど、あのさ、ダイエット番組でさ、あの、なんていう番組だったっけ、あの、サマーズがやりおるダイエット番組で、うん、なんか、その、半期に一度とかの感じで特集するんだけど、うん、そこで、うん、あの、体重が、160とかなんかすごい太っとるなんちゃらさんっていう、うん、なんちゃらさん、名前も名前のがなんちゃらさんっていう人がめっちゃ太っとって、うんうん、でそれをで普通だったら多分なんかこう何ヶ月とかのダイエット企画で、うん、まあビフォーアフターで紹介するんだけど、うんうん、その人はめっちゃ太っとるけ、うん、もうそんな3ヶ月単位とかじゃなくって多分3年単位とかでもうドキュメント番組みたいな感じで、うん、なんかだけ半期に1回やって、うん、また次の半期に1回ここまでやりましたみたいな感じですごいなんか3年とかをすごいドキュメンタリーで追っかけた、うんうんうん、人なんだけど、うん、その人にめっちゃ似たので、その人太ったんだけど、おしゃれとかすごい大好きじゃけ、いろいろおしゃれとかするんよ。なんかお団子したりとか、で、なんかその人だけ、おしゃれじゃけ、ね、太ったおしゃれみたいな。共通点そこだけじゃん。で、そんな髪型もしとったんよ。うるせえわ。うるせえわ。ほんで、あんてこそ横から見たら今日、引きだけ天候みたいになっとる。もうそれより見て、こうやの。何？あの、入店説明のあの、怖いのを流してから喋りなさい。もう、今思い出した。で、これ始まる前に、うん、あの、何？あそこのさ、脱衣所でやりようってさ、あん時からね、誰かに似とる、誰だろう、誰だろう、ずっと考えようたんよ。今思い出した。もう、いいわ。入店説明流しますので。はい、はい。いらっしゃいませ。ここはユースト上の高級クラブキャンディーアイです。まずはツイッターアカウントレミニスネットロックウェアキャンディ2人のフォローをお願いいたします。2人をフォローしていただきますと高級クラブキャンディーアイへのご入店となります。それでは皆様のご来店お待ちしております。はい、恐ろしい入店説明は終了です。ホラーだけね、ちょっとしたホラーだけね、あれ。なんかね、うん、あ、ウエストウィンドさん。うん、誰デラックスとつぶやいたった。誰誰？もう全然今日見てない。ジェフス・ユッキーさんの、あ、ノブ。小だかりさん。ナットマンさん、こうや、なんかさ、久しぶりにやったじゃん。先週休んどったし、うん、その前もちょっと何回か連チャンでやっとってないか、うんうん、すごい久々にさ来てくれとる人とかさ、うんうん、結構おるね。喋れてないけど、カミカミだけど。あ、パキラさんこんばんは。ね、パキラさんも久しぶりよね。そう？2週間休んどったっけ？自分で住んどったゲストを気がするだけ。あ、そうかね。ねえ、これみんなね、いろいろ似とるとだけど、私ね、うん、あ、ナットマンさん、小松デラックスなんよ。私本名が小松じゃき。昨日も言われたわ。このこれをかぶっとったんよ、上に。したら、うん、あんた黒いマントをしてマツコデラックスめっちゃ似て、いやいや小松デラックスですけど。違う、もうね、もうマツコデラックス古いんよ。もう古いね。最新があるんよ。なになに？古すぎて逆に新しい人。うん、誰？あの、ようちゃんに言われたんだけど、うん、あの、私このあーとかいうこのうなずき方とかが、うん、安岡力也にめっちゃ似合う。ある意味共通点あるわ。でね、ここ上げとったらそのオールバックとやんちゃっぽい感じがめっちゃ似た。いやいや、そういう初めて言われましたけど。男じゃん。でもね、なんかね、そのね、秘めた怖さ
なんかなんでなんで怖さまにとるね。リキヤにとるなんでやクスはリキヤリキヤ面白い。ホタテを舐めるなよ。どういうことからなっとまそうから。あ、アイリちゃんありがとう。初めてライブ拝見。あ、今度フリマに参加。フリマと12月と参加してくれる。あ、2日間ね。そうそう、うん、ミニ観葉植物とミニ盆栽で出展してくれる、うんうん、今日 Facebook でお友達申請したんじゃん。あ、ほんと、うん、そうそうそうか。楽しみじゃね。楽しみじゃ ね。ほんま、あれよ、すごい最近さ、うん、あのなんか雨、イベントごとにさめっちゃ雨になるじゃんか。だけどさ、こう初めはさ、うん、雨イコール、うん、なんか気持ちがなんかその億劫になっとったけど、うんうん、最近さ、うん、なんかこう雨に出すことが多いけ、うんうん、雨でも快適に過ごせれる、うんうんうん、その空間づくりだけどね、なんかね、割とね、雨でもね、少々の雨でもね、うん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 、なんか気持ちをなんか沈ますことなく快適に過ごせれるよね。逆に楽しいもん。もう雨じゃ思うたらもうそれしょうがないけどね。うんうん、うん、そう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 。シャワーカーテン A アイデアだったし、あそこの3面にね。はぁ、うん、なんなん、安岡理恵力也がホタテマンなあ。そうよ、ひょうきん族。わからん、ひょうきん族、まあ、見たっちゃ見たけど、あのリキヤが、うん、リキヤ友達かああリキヤが、うん、あのホタテの貝があるじゃん、うん、あれを背負って、うん、全身白タイツみたいな。いや、わからん。やっとったん、やっとったん、うん、口に物入れて喋るなや、ほんまよほんまよ。いいじゃん、キャンディーアイなんて意味わからんけど。もうナットマンのいきなり 雨以外のものに濡れたいっていう意味がわからん。わからん。さすがナットマンだね。まあ、ここったら唾がめっちゃ散るけどね。さすがやね。そのキャラはね、やっぱ好きよ、ナットマン。そのキャラ。うん、いいね。そうだね、似顔やるよ。やるよ。やるよ。これ食べ終わったらね、自分中心でけ。なんでもそう。今日もあれですかね、皆さんあのビビットのビビットライブの方に来てくださってますかね。あのもし、ユーストの方のソーシャルで入ってきてくださってる方いましたら、ビビットライブの方へいらしてください。皆さんのつぶやきがそこではあの見れますので。はい。ん？ホタテを舐めるなよ。言いたいことは言うぜ。そういうセリフあったっけ？ランボーさんって誰？初めてじゃない？うん、みんなさ、あのさ、アイコン変えたらわからんよね。いや、ランボーさんは名前自体初めてじゃない？お初なんかね。ビビったライフ。おもろい。おもろい。ランボーさん、はじめましてのような気がする。気がするみたいな。あの人も消えたね。っていうかさ、口に物を入れて喋るマツコそのもの、入れて喋るのは私じゃないっけ。やめてよ。あ、うん、だけあれよ、ちゃんと紹介するときに、うん、あの今日は似顔絵まだ描いてないけどあれだけど、私がドッグウェアキャンディーで、ね、こっちがあのレミニスネットだっけ。レミニスネットの方が小松デラックスだけ。カミカミだけどね。言えてないけど。リキアデラックス。リキアデラックス。改めてリキアデラックスだけどね。今日すごいね、背景ぐちゃぐちゃなのが丸見えじゃね。今日ひどいね。でもこれ映っとってもさほど実物よりは綺麗じゃない。あ、実物よりやね。実物よりすごいもんね。そこひどいもん。うん、ま。そうそう、今日あの最初の大事なこと言っとこう、これ。うん、先々週告知させてもらったんですけども、ちょっとこれ、うん、カメラの方、今日からですね、3日間、10、11、12日と、広島県三原市純正寺というところで照屋林次郎さんの三神展が行われています。明日の金曜日6時半からはヨハナトールさんの三神のライブがあります。これチケットが前売り3000円で、明日の当日が3500円なんですけど、主催の、あの森商店さんの方からキャンディー割引で、
キャンディアイを見たと言っていただけた 前売りの3000円で入れますということで、いただいてますので、よろしかったら、うん、私これ去年行ったんよ、花とオールさんのね、三振のライブ、ね、うん、貴重な、体験でした。逆にでもキャンディアイ割引ですっていうのがさ恥ずかしいよね、うん、いやじゃあ別にそれは受付でさ、うん、うまいことさ、あの例のあれの割引はみたいな例のあの割引なんですけどみたいな、逆にキャンディアイ割引でみたいな感じで恥ずかしいね一応このテリア林次郎さんのことを読みますね、うん、三振の制作者として高い評価を得るテリア林次郎、祖父は琉球古典音楽野村流重鎮テリア林山、父は戦後沖縄ポップの、いつもこれ前回みたいな、そうテルリンの愛称で親しまれたテルヤリンスケ、そして兄はリンケンバンドのリーダーテルヤリンケン。あ、そうなん、ねえ、先々週も言った、先々週も言ったリンケンバンドの、うん、このような音楽一家に育ったリンジローには祖父リンザンから伝えられたその技術がリンスケを経てしっかりと受け継がれているということで、素晴らしい三振が展示してあります。展示の方は見ていただくのは無料ということで、順勝寺の方で見ていただけます。時間の方は朝の10時から夕方5時まで、明日の、11日金曜日に関してはライブの準備がありますので、4時で、展示の方は終了ということになります。興味のある方はぜひ連絡ください、お願いします。まあ、展示の方見に行かれるもご自由に、うんうん、行ってやっててください。ぜひお願いします、はい、っていう間にどんどんなんか、そうそう三味線じゃなくて三振どんどん話がなんかはぁ全く全然話で進んでいきよるよねこの中でねあ、トワイライトさんこんばんは。道の駅でアンガールズの田中を見たよ。どこ、この負の道の駅ってどこら辺にあるんだろう。どっかね、リアで見たらひょろっとなんじゃろうね、もっと気持ち悪いんじゃろうね。あ、アバが来たよ。ああ、お引っ越しおる、アバニじゃ引っ越しな、うん、引っ越し中なん今。あ、そうなんじゃ、うん、アバニ、ウィビットン来とんかね、今日来とんかね。あ、夢横さんこんばんは。こんばんは。なんか怪しいね、アバニいやでも多分前々回かなんかに、うん、こっちに入ってくれたはずなんよね。アバにさどこで見ようる。あ、でもそこじゃろ誰か対応して、ここのここの中張ってもう一度言いますが、荒野の仕事それ、アバニを誘導して荒野。そうそう、アバルトさん、そうそう、アバルトさん、略してアバニじゃけ。ユーストの方のソーシャルに入っておられる方は皆さんのソーシャルとか書き込みが見えないので、ビビットライブの方へ入り直していただければと思います。はい、いやもう年末が、ヒラピーありがとう。あ、ありがとう。アバニヒラピーがやってくれた、こっちで見よるかねこっちで見てよ。アバルト兄さんだけアバニなんよアバルト兄さん、アバルトな兄さんだけアバウトではなくてアバルトな兄さんなんかいいかけだよね。うん、いや年末近づいてきて、みんなどうですか、忙しくない、なんだかんだ、あの、ね、まだそうでもない、うん、あれよ、私はさ、うんうん、実家に住んでるけ、うん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 、そうでもないけど、うんうんうん、普通になんかその主婦の人とか、うん、そういう人は忙しいだろうね、大掃除とかさ、うん、大掃除の準備とかさ、もちろんせんじゃろ、うん、するん、仕方がわからん、いやいや、するよ、するするよ、するよ、気持ちはする。え、それいつもの掃除と何か違う、いつもしてないけ掃除したら大掃除になるはあ、アイリーちゃん、道の駅つながりで笠岡にできた新しい道の駅知ってますか。知らん知らん。あ、知ってる、あのあれよね、あ、なんか夏にさ
ひまわり畑がブワーってあるやつだろ。違う違う、めっちゃピラピ、うん、何何ひまわり畑。そうなんよ、なんかね、うん、一面すごいスケールのひまわり畑なんよ、うん、へー、ずーずーってあって、うん、でそこの中に道の駅があるんだけど、なんかこの間テレビでやろうたんだけど、なんかいろんなことにチャレンジしおる道の駅で、あ、行ってみたいなと思ったんじゃけね、その何をしおるかが、あー、そう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 やね、なんかその道の駅で何をしおるかはちょっと忘れたんだけど、すごいこういろんな新しい取り組みをしおる道の駅で、すごいこうあの魅力的でね、行ってみたいなって思う道の駅だったんよ。だけね、すごいいいよ。そうなんじゃ。うん。なんでそこを通ったか言うたら、うん、そこを通って買い掘りに行った。そうなの。買い掘りに行って、うん、で子供らが、お姉ちゃんの双子らがこう帰ってきとる時に行って、うんうんうん、だけ、うん、私とお母さんとお姉ちゃんと双子と、うんうん、まああの姉ちゃんの旦那さんで行ったんだけど、うんうんうん、ただねそこはあの岩場がすごい多い。うんうん、多かったんよ、うんうん、でまあ子供らも行っとって、うん、でね、うん、なんかこう子供ら掘りたいじゃん、うん、でなんかそのなかなかさ、うん、岩場の方が、うん、なんかこう貝が出てくるわけよ、うん、でまあなんかこっちに来てやろうるんだけど、うん、なんかこうじっとしてないけさ、うんうん、なんか岩場登った時に、うん、こう踏み外したんよね、うん、もうね想像するだけで、うん、もうね嘔吐しそうなぐらい、うん、岩場じゃけさ、うん、岩にさ牡蠣とかがこうついとるじゃん、うん、あれでね、うん、もうガリッって言ってもうガッサー、もう子供のあのちっちゃい可愛らしい手の肉がさ、うん、あの牡蠣でさもうガッサーってもう皮どころじゃないもん、もう気持ち悪いぐらいもう気持ち悪いおかしいね、もうなんかね、うん、もうなんかこうここら辺がねうわっうわっってなるぐらい、うん、でやっぱさもうめっちゃ血が出るんよ、うん、でも子供らももう痛いを通り越してもうそのうちにびっくりしてからさ、うん、もうでもねそれより上回る牡蠣を掘りたい気持ち牡蠣あ、ちょっとアサリ、うん、アサリを掘りたい気持ち、うん、もうね、まあ、こんなんじゃけさみんな、うん、帰ろう帰ろうとかつって、うん、もうなんかそのこうまあ、消毒もせないけんさ帰ろう帰ろうって言うんだけど、うんうんうん、その帰るより掘りたい、うん、痛いより掘りたい、もうそれでなんかもう上回って泣くみたいな、うん、で、まあ、とりあえずそうに水で流して、うんうん、でもうここぐるぐる巻きにして、うんうん、もうじゃあちょっとだけを言うてやって、うん、もう大人でもさ、うん、想像しただけでもうわってなるじゃん、あの、うん、ねえ牡蠣がこうついた岩場でこけるときに手ついて、うんうんうん、まあ、でも顔とかじゃなかったけさ、うんうん、まだ良かったけど、もうでもあそこは行けんわ、子供連れて行くことはできんわって言ってあそこを通った、うん、うわーって思って、ね、高級クラブこんにちはなんなん嫌味なそれ、かきたこさんなんか嫌味になんか聞こえるんだけど、かきたこさんこんばんはあ、パキラさん道の駅うちの地域にはたくさんある、ああ道の駅とかすごい好きじゃわ、そうそう、私今日あの島根の方行くじゃんか、おうおう、島根行くときはもう行く道中あっちこっちにあるけさ、 あるよね、ねえ、なんかああいうのいいよね、うん、よりよりいろいろねえ、うんうん、なんかそこになんか別に道の駅に行きおるわけなんじゃないんだけど、うん、なんか標識があるけさ、うん、なんか寄ったらさ、うん、面白かったりとかするよね、うんうんうん、一個ね、うん、なんか島根になんか山陰の方に行くときに、うんうん、不意に寄ったところで、うんうん、なんかねアヒルがおるところがおったんよ、お、アヒル、アヒル、うん、で、うん、その多分餌も売りおてからね、うん、めっちゃアヒルがおるんよ、でも普通の変わらないよ、もう上流から下流みたいな感じで、うん、もう普通にこう流れおるんよ、うん、そこにアヒルがねバッバッバッって何匹もおるんよいやこのアヒルたちはさ上流から下流にさ水が流れおるのにさ、うん、もうずっとそこにとどまっとるんよどういうことって思ってでもねなんかねやっぱなんかそうやって餌をやさ、うん、なんかこううまい具合ね、うん、あのこうカッカッっていうところでうまい具合でこのここの手をねもうカッカッってここから取っていくよ、うん、めっちゃ可愛くってからね、うん、あそこ面白かったねっていうかアヒルで思い出したけどさ、うん、私の知り合いで、うん、あのこれはもう時効じゃき言うんだけどさ、うん、
県営住宅住んどって、うん、あのまあ裏金か知らんけど、こう2つ借り取るわけよ、うん、ああうん借り取ってベランダでぶち破ってつながっとんよ。ああああほんでね、うん、あの知り合いが行った時に、うん、ええもん見せちゃろうっつって、うん、でまあペット禁止じゃん大体が、うんうん、で結構おるよ県営住宅のあの狭い建物の中でね、うん、ゴールデンレトリバー通う人とかおるんよ。バーンってなんかのドア倒すとか言うんだけど襖みたいなおるんだけど、その人はベランダ来いっつって行ったら、このぐらいのたらいにアヒル通ったらしいんだけど、かわいそうじゃろ、こんだけしか範囲ないよ泳げる。でもね、泳ぐって言ってもさ、くるくる回るだけだろ、くる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 こう回るだけだけだろ、めっちゃかわいそうじゃん。県営住宅のベランダでアヒル飼うって。アヒルもそうだけど、ゴールデンレトリバーもあれ室内犬じゃないけね、すごいね。そうそうそう、バーンってやったらもう襖倒れるって言ったもんね。うん、まあ、そこまでさ、まあうん、犬を飼いたい、アヒルを飼いたいだったらさ、県営住宅やめればいいのにね。どっちが優先なんいうぐらいだろ。あ、ペコちゃん久しぶり。久しぶり。ペコちゃんは久しぶりですけど、これはビビッと入ってきてくれたのかな。あの時々喋りますけど、今ユーストのソーシャルにいらっしゃる方はビビッとライブの方から入ってきていただければと思います。あ、シミーさん。アヒルを飼うこと自体驚き。私アヒル飼っとったことあるよ、小学校の時。めっちゃ広いところで。でもさあ、うん、夜市とかでさ、うん、アヒル売りよったよね。ひよこじゃろ。ひよこじゃ、もうひよことアヒルの差がわからんけ、注意してみんな。そうだ、色付きひよこだろ。そう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 、あれね、うん、色なんかつけてさ、青とかさ、ピンクのひよこでさ、まあ、弱っとるけど、大体が死ぬじゃん。あ、そうなんじゃ。そうなんよ、うん、でも育ったんよ。そ育ったんじゃ。鶏になってね。さすが小松家だね。なんかやっぱり育て方がちょっと人とは違うんじゃろうね。いやもうね、団地住んどったんだけど、その時普通の一戸建てだけどね、団地に、うん、朝5時半ぐらいか泣くんよ。コケコッコじゃろ。近所迷惑。普通の団地の家の庭に鶏おるんよ。ダメじゃろ。いやでもさ、大概さ、うん、ああいうのでさ、あ、なんかひよこうりょうたけどさ、うんうん、まあ大概しん、あれってさ絶対さ、うんうんうん、絶対こうちっちゃい子はさ、うん、買ったことあったりとかするじゃんか、うんうん、でも大概が大きくならんけ、近所でコケコって泣くとこってないじゃん、うん、ここ泣きょうたんじゃ。大概ないよ、コケコッコって泣きょうる家。泣きょうた。あんだけ夜市で売っとって泣きょうた。はあ、育ったんよ、はあ、色なんかもうどんどん取れてって真っ白の鶏になったな。まあ普通のひよこでも黄色から白になるけんね。最終的にどうした。今日全然ソーシャル終えてないけど、あー、ヒロさん、そうそう、アヒル飼ってる人。そうそう、うちもね、庭でアヒル取った。庭っていうか、うん、工場の前だけど、まあ広沢とかで野犬にやられたよね。でもあそれ家族で食ったんじゃん。でもリアルに食うだろうね、うん、食べるだろうね、うん、普通に、ね、そこまで育ったらね、うん、なんかさ、あのうちのさ友達がさ、あの何、警察のさ、うん、落とし物かみたいな感じで、うん、なんか働きよった時にね、うん、なんか出勤したら、うん、前のそのこう交代制でさ、うん、そのまあ前自分のシフトの前にやるよった人が、うんうん、な何を受けたこうノートがあるんだろうね、うん、バーって大概がさ、まあね、そういう貴重品だったりとかさ、うん、書いてるとこにわらび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 って書いてあるんですけどって言ったら、わらびおるよあそこにみたいな。わらび、あのカンガルーちっちゃいやつなんか、あれがカンガルーのちっちゃいやつ。でもまあまあね、あの形じゃん、こうわらびってちっちゃいやつじゃん。あれが落とし物で届けられとったんだって。あー、そういうね、普通のペットショップではまず売ってない。んで、あ、ペコちゃんもひよこと鶏になった経験あるよ。あるんじゃね、結構。うち絶対かやってくれんかった、あれ。まあそりゃそうよ、うん、やっぱりね、子供心にやっぱしたいんよ、可愛いし。でなんか夜市とか行っても、うん、やりたいやりたいとかってめっちゃ言っても、うん、
なんかね、やってくれた。うん、なんか、うん、それと同じで、なんかね、わがまま言っても、うん、全く聞き入れてくれんことが何個かあって、なんかそういうなんか動物的なもの、うん、なんかくじとかはやらせてくれるんよ。うん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 、でも動物はもうどんだけわめき散らしてもやってくれんかった。うん、あと、ファミコンどんだけ言っても買ってくれんかった。ファミコンだけ。うん。そうなんじゃ。だってさ、あの頃さ、ファミコンブームだったけさ、絶対 iPhone あってなんか、友達行ってファミコンしたりとかさ、ショーだけさ、すっごい自分も欲しかったんだけど、なんでかなんであんなに反対したんかちょっとわかる。まあ、単純に考えて、なんかそのね、ゲームやって目が悪くなるし、勉強せんくなるけ買ってくれん、買ったんかなって思うけど、にしてもさ、なんかそのルール作ったりとかさ、してやってくれればいいぐらい、にすごい欲しくてめっちゃ酔ったのに、うん、絶対買ってくれんかったね。ああそう、うん、の割には、うん、リアルパチンコがあったけね本物のパチンコ台があったけねそれで九死に一生なんかねめっちゃ手切ってね縫うぐらいの事故しとるんよそれ、ね、リアルなやつだけ、はあ、本物のやつだけ、はあ、あのガラスがあるじゃん、あれも本物なんよ、で、まあ、子供のおもちゃしてないよね、あの凶器みたいなガラスを開けてね、なんか玉をこうやって入れて遊びよったんよ、うん、でお姉ちゃんと一緒に、でお姉ちゃんの締めるタイミングと、私が手が抜くタイミングがずれたんだろうね、手を抜く前にあれをパシッて締められてバシッて切って、で血が出てそのまま縫うはめよね、病院に行ってここを縫ってみたいな、あれはね、いけんかったねその事故をしてから、うん、パチンコ台は消えた。そりゃあそうそりゃあそう、なんかね、お父さんが電気系の仕事をしようってから、うん、で、なんかそのパチンコ屋さんの配線の仕事をしようたんよ、うんうんうん、電気系のね、うん、で、なんかいらんくなった台をもらってきたんだって、うん、捨てるみたいな感じで、うん、で、それでうちんちのおもちゃになったんだけど、うん、それがあったがためにこんな事故が起こってしまった。いやほんま思わぬことでじゃけえなって。そうそうそう。ねえ。うん。ま。ひらぴ、俺もファミコン買ってもらえんかった。ゲームしたかったら自分で作れって渡されたのは中古のパソコン。それ何歳の頃？ありえんだろ。ナイス。どうし？ナイス。はあ。いやうちもその。ヒラピンちょっと似とるんだけど、うん、うちのお父さん電気系だけ、ファミコン買わんけど、うん、パソコンの、うん、お父さんがパソコンのプログラムで作った、うん、ゲームをやらされよった。あ、マジで、うん、いいじゃん、めっちゃオリジナルめっちゃオリジナルよ。で、なんかそのだけそれで作るけさ、うんうん、そのなんかその文字がさ、うん、何こうなんていうこうプログラムの文字かね、うんうんうん、あれがなんかあるわけよ、うんうん、この順番通りバーって打った、うんうん、このゲームが完成しますみたいな、うんうん、でそれをゲームをそれを打ち込むのを一つの一連のお遊びとしてやらされよった、うん、おいこれを打てみたいな。めっちゃいいじゃん、うん、いやじゃあ喋りおるときに口に物入れんなって誰が、あ、何ひらぴ荒野ファミリー近藤、いやいやんファミリー近藤、何それゲームの名前ちなみに小学校4年生の時それ作った本で作れば、ね、ウエストウィンドさん、あらら、フェイスブック側でも愛さんの顔が怖いんじゃない、なんこのあの下に映った、ちょっと見てこの目だけちょっと見える、このこれええわ、ぶち怖い。あ、そろそろ変えたら。そうなんで、私さ逆にさ、うん、一人っ子じゃんか、うん、でまあ、あのおかんおらんけさ、うん、父親育てるのに、まあ、男じゃけ接し方もそうだし、うんうん、あの仕事もちろんフルでするけさ、うんうん、遊ばせるものがないと困るじゃん、うんうん、じゃけもう言うたらファミコンもセガも、うん、あのスーパーファミコン出たら次スーパーファミコンも、うん、あのまあ、徐々に段階的に全部そのあ、与えれた手元のゲームも、うん、全部買い与えられてやりよったけど、う
じゃけこんなに太ったん？意味がわからん。関係ねえ。外も大好きだ。外も大好きだ。怖いわ。いいか。なんで怖いバージョンと怖いバージョンと2回言い換えたん？今年入れようとする。いやでもね、役に立ったなと思うこともあるよ、ゲームで。じゃけそれってね、まあやりようというかあれじゃな思った。ゲームで、どうしてそうなると思うかもしんけど、数学もそうなんだけど、絶対に答えがあるだろう。っていうことはゲームは絶対クリアがあるんよ。っていうことは物事を何か時に、あ、絶対に失敗しても違う方法でやったらここへたどり着けるわみたいな思考回路になるというか。なるね。まあ一つ取ったらそれなんだけど、ゲーム意外と役に立っとるな思うこともある。その選ぶゲームによったりとかも違うかもしれんけど、思うことが最近ようあるんよ。じゃあ、それは何、レミちゃん見よって？いやいや、自分が思い返して、じゃけ一概に、まあ、レミスケにも、ね、ゲームするなっていうのも、まあ、うちはウィー買ったりとかせんけど、してないけど、まあ一概にはなとは思ったりすることある。なんかこう頭を活性化させたりとかすることもゲームに、最近ちょっと頭脳派なゲームも多いじゃん。あるね、あるある。全くダメなこともないかなと思ったりするんだけどね。そういうのは考えたことなかったけどね。もうひどいよみんな。ナットマンとかもね、眉間にしちゃう、ほどす姉さんみたいな。ひどいひどいって、あたひどいわ。でもほんまだったけどね今。ひどい。ぶちこや、ほんま。ひどい。フェイスブックとの時間差女子。シミさんも同じでしたね。1180年いうことは。あれと一緒な。いや、私らとちょっと大きくくぐったけど、ざっくりすぎる。4つもしたぜ。もうそんな風に言わんでもいいじゃん。ちょっと大きく聞いたよみんな。大きくまとめて。同じ年じゃない言うたよ。4つも違うの同じ年。びっくりするわ。大きくまとめて同じ。26だって。30と年代も違うよ。4つも似て、もうね、びっくりする。そんなに突っ込まないじゃん。もう一つにまとめようとしたのに。びっくりする。へえ、自作ゲームのプログラムの本が売りよった。へえ。ああ、多分、そう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 、そんな感じよ。16進で打ち込んだり。へえ。イモムシレースするとかみたいな。昔の RPG はいいよ。ああ、プレステも持っとったし、ドリームキャストも持っとった。あれ、ドリームキャストのシーマンが大好き。あ、シーマン流行ったね。うん。流行った流行った。でも私ファミコンを手に入れたのが、あのね、もうね、社会人になってからかね。それも、なんかその親戚の男の子が、もういらんけ言うて、あったんよ。はは。じゃけ、多分もう、社会人になったか、高校生ぐらいの時に、ファミコンをもらって、ちょっと嬉しかった記憶があるもん。その、いやいや、そういうもん。なんかさ、ブルドッグとか、雑貨屋のブルドッグとかさ、なんかおもちゃみたいなファミコンあるあるじゃん、千何ぼとか、あるある。ま、楽しめる。もうね、2週間のうちに壊れたけど、まあ、でも文句言うていこういう気にもなら、100均の心理みたいな、まあこの値段じゃけみたいな値段でね。でなんかマリオかなんかカセットがあって、やったけど楽しいよね、久々やったら。面白い面白いね、ほんま面白い。私も買ったもんだけ、ブルドッグで、その、普通のファミコンはもうなんかなんていうの、こうフリマとかでも売ってしもうたけ、でもそうね、1900何歩とかじゃん。でカセットとかも、まあ、マリオは多分高いけど、普通のやつってさ、300円とかさ、じゃん。だけどそれで買ってやった、楽しいよね。楽しい。改めてやったらね。ファミコンしょった人のさ、何のソフトが好きだったか知りたい。何のゲームが。何じゃった。あのね、題名とかわかる？なんかさ、わかる。ほんと好きなファミコンのカセットつぶやいて。私ね、アイスクライマーとね、スパルタン X。 スパルタン X ってどんなやつだったっけ。なんかカンフーみたいなんで、こう、あー、わ
戦いながら分かった。あとあカセットさ、うん、紫じゃない色まで覚えてないし紫じゃない、あた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 階段高校なんかマッピーだな。あーマッピーもね。わあ、いややりてー。懐かしい。懐かしい。スーファミコンも持っとった。そうそうあったあった。MSX2？ あ分からん。何 MSX2？ どうなんだろう。あヒロさんは分からん。ヒロさんなんかファイナルファンタジーとかドラクエっぽいもん。ぽいぽい、うんうんうん、ぽいね、ぽいぽい、ベースボールはハマらんかったな。あれなんかさ難しいじゃん。あーベースボールやった、うんうん、やったことあるけどあんまり興味を示さんかった。示さんかったね、うんうんうん、なんかあれやっぱりあの女の子だったけど、うん、そんな時に女の子かみたいに自分で言うてちょっとなんか恥しかったもん今あ高橋名人とかもやってね。あーやったやったね、えやったやった高橋とかはやったなんかねでもね、うん、改めてやってやっとまさファミリーさあったあったあったけど好きじゃない好きじゃないあの単調だからさ、サーメーターって懐かしいやったあれ好きだったやり知らんアヒラピーと被っとるアイスクライマーあとさ、たけしの探偵のやつ、たけしだったんかな、さんまだったんかな、なんかたけしもあったような気がするよね。さんまの名探偵知らん、うん、何レンガ掘って的から逃げるの、レンガ掘って的からこれ的じゃなくて敵じゃない、あ、的から、レンガ掘って分からん、あ、敵ねって言い直した、レンガ掘って敵から逃げるの分からん、分からんね。モトクロスのやつタイトル忘れたけど、ポートピア殺人事件、あーあーボンバーマンあったんじゃない、踏み込んでなかったっけ、ボンバーマン、ボンバーマン単調で好きだったね、ボンバーマン、うん、ボンバーマンの、いやなんかね、あのファミコンのさスピーカーあったじゃん、ファミコンにスピーカー機能、うん、うん、あーあった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 、サンマかたけしのやつで、うんうん、なんかその探偵みたいな感じでなんかスナックとかに行ってカラオケ歌うんよ、うん、その時にそのスピーカーを使ってなんかカラオケ歌って、うん、でそれがなんか採点されて、うん、その多分何点以上だったらなんかその次のステージに行けるがなんかあった、あのスピーカー使うのもあったよね、ファミコンであったね、あ懐かしい。でさ、マニアックな話だけどさ、あの佐竹があるじゃん、そこそこ、うん、だけど私ファ何ゲームがなかったじゃんか、うん、佐竹にテレビが置いてあって、うん、でなんかねファミコンか、うん、なんかそうい う, こうゲームのやつと一緒に接続されとったんよ、うんうん、もうね嫌な客じゃろね、なんかね友達と一緒にね佐竹に行ってゲームをしようって最低だ最低だよ、大人おらんのよ子供だけ、でもねでもねやっぱりね近所の子だけね一、うん、回も注意されたことない、優しいよね、うん、優しかろう、あてあの、うん、友達んちなんだけどね佐竹さん、あそうなんじゃ、優しかろう、お父さんも、ね、優しい優しい、うん、だけね注意されたら気がないんだけど、うん、今大人だって思ったらさ、うん、だけさゲームするぐらいだけ、うんうん、多分ね1時間とかね優におったと思うよ、うん、でそのスピーカーゲームだけ、うん、あの店内であのスピーカー使ってなんか触った記憶はあるよ、ほんま嫌だじゃろう、ほんま嫌だじゃろう、いやー懐かしいわ、ほんまついなまさん佐竹だっけさあそう佐竹っていう店員さんがね近くに、そうそう、でそこに子供の頃行ってゲームをなんか1、2時間して帰るんだ、ほんま誰も何にも言わみたいな、いやーゲーム懐かしいわマジで、アイスクライマーとスパルタン X 懐かしいね、わあ、いや多分ね私
ファミコンはね、うん、まだ家にあると思う。あのブルドックで買ったやつ。あ、ほんま。ただカセットがないけど。あ、そう、うん、やろうか思ったらすぐできるよ。そんなにさキラキラしたちょっとやりたくなって。でも一人じゃさ、一人じゃちょっとさ、なんかしょうもないじゃん。なんか誰かと一緒になんか盛り上がりたいみたいな、ファミコンでみたいな。なんかさ、あのファミコンでもさ、いろんな裏技とかあるじゃん。あ、うん、あ、私あのドラえもんの大冒険みたいなやつも裏技みたいなのがあったね。ドラえもん海の中でとかあったあった、ね、あったよね。あった、あんなんとか。その裏技で全然ファミコンから離れていい、うん、昔、うん、電話がさ、まだダイヤルの時に、お、あのガチャガチャって、うんうんうん、あっこで電話かけてよったの知っとる。はあ、通信号みたいにしてるけど、67だったら67として、したらちゃんと反応してからかかるんよ、それだけで。マジで、うちもまだ電話あるけど。マジで今どうかわからないけどかかるよ。でそれはあの実際はオチは多分ただにはなってないんだけど、それがタダ電っていうのが出回って、うん、まあ、実際かかる計算、うんうん、それがめっちゃ流行った。そのタダ電の裏技、それ6だったら6を6回こう、そうそう、こう連続で6回押して、うん、で一周向けて次の777を押すんや。へー、初耳じゃ。タダ電とかいう噂で出回って、かかるのはかかるけど、料金はかかっとる。さすがにね、うん、多分ね。へー、すごい、うん、あった。でも今は絶対かからんじゃろうね。でもその電話あるんじゃったらでなるんじゃない？なるかね、うん、なると思うよ。ほんま、うん、やってみようかな、うん、あるけど繋がってはないけどね。ああ、そうなんじゃ、うん、それレトロだけ振り回したら売れる。ほんま可愛いじゃん。だって売れるよ、ネットオークションで見て。ビュチコンないうちの話じゃない。誰かすぐあのコーマース黒電話いくらでオークションになってるかちょっとつぶやいてそういうのはあの公園がダダダってもう調べてくれるけど。なんでや。ほんま。で結局黒と薄いグリーンがあるよ。まあマジで懐かしい、うん、絶対売れるよそれ。ほうか、うん、絶対売れる売れる。すぐ売ろうとするけどあとね、うん、なんかね、こないだ自分のお掃除はもう絶対 100%、うん、なんか何、自分のものしか出てこない、自分の部屋しかやらんけ、うん、でこのお母さんが大掃除した時に、うん、ちょっとね、可愛いブリキのおもちゃが出てきたんよ、うん、いつのみたいな。お母さんさ、こんなに大掃除せんけさ、うんうんうん、だけね、うん、ほんまどこから出てきたみたいな。だけなんかよくさ、なんちゃら探偵団とかあるじゃん、うん、そんなんでブリキのおもちゃとかよくじゃん。でその時にも話しようだよ、うん、うちんちもさ、なんかその物容器取っとるけさ、うん、こういうなんかおもちゃ昔あんとか、うん、あんなんとかないんとかって言おたんよ、うん、ほんでなんかこないで大掃除しようて、で今日よ来る前よ、お母さんがパッと入ったらブリキね、めっちゃね、うん、飛行機に人が乗っとって、で、うん、その飛行機もめっちゃアメリカンな感じで可愛いんよ。あのさ、あったじゃん、なんか1号2号3号4号5号みたいな、うんうんうん、なんだったっけアニメ、アメリカの何なんかまあ可愛い、うん、で人が乗っとって、うん、その人がなんかピストルかなんかこうやって なんか持っとるんよ、うんうん、めっちゃ繊細で可愛いんよ、うん、で状態めっちゃ綺麗なんよ、うん、で全然サビとかないんよ、うん、これなんか売れるんじゃないかって、うんうん、いやいやほんまよ、ほんまあれ鑑定だしね。黒電話誰かやってくれた？いやすごい、こうややってくれとる。ちょっとここ私これ開いたらダメ、固まるわ。おっしゃ、私見る絶対売れるってわあ見て、ほうよほうよ、こんなになるん。いやこれはまだちょっと特殊じゃん思うよ。何が違う、自動式。ちょっと下降りてみて、こういう、あ、これか、あーこれし、あー古、あーやっすでもかえってあのなんていうの、その品番っていうかさ、あるじゃん、そういうので見て。だってほんまに古いじゃんこのココラだったら。ほんまだね、少々じゃないよね。この一番2万なぼってどうしたんこれ。でもさ、あと2日あってこんなに値段するんよ。
もうみんなオークションに必死。うん。みんな多分ね、これね、同時にね、開いとるよ、これ。みんな見とるよ。はぁ、あ、ナットマン、ラップ現象で会話が余計に変、余計に変ってどういうこと？途切れやんかね。ヒロさんこんばんは。さっきのあれなんだったっけ、あのコマンドなんだっけ、上上下下左右左右 BA かなんか、な何の裏技だったっけ、あなんかマリオのなんか始まりの音楽中で、マリオじゃないかもしれん、始まり前あとでやっとやったらなんかなるよ、あれあれマリオじゃない、でできるとか、マリオじゃない、あのね、あれなんかね、ロールプレイみたいな感じよ、違ったっけ、はあ、何のコマンド、ヒロさん、ね、犯罪行為に夢中になる2人だってますただ電話のグラディウス、わからん、グラディウスわからん、普通の家庭用黒電話だったら 4,5 円ですだって、ヒラピ、はあ、ほんま、でもすごいね、あれだってさ、眠っとるだけじゃん、うん、それで売れるんだったらね、うん、わあ、ちょっとブリキのおもちゃ奪ってこよう、親からどうしたんこれ、いろいろあれよ、うん、ほんまよ、まあマジでなんかさ、すごいあの裏技とかでどんどん思い出してきたんだけどさ、いろいろあったけどさ、一番ね、でも公共電波で聞いたこと、今いろいろ人に迷惑もしかかるかっていう感じじゃん。やっぱりそれ。なんなん自分さ、もう言い出したのにやめるとかさ。この放送を聞いた後に言う。めっちゃみんな気になるじゃん。もう私だと絶対気になるもん。なんなんいいやって思うもん。絶対気になるわ。政治家批判まで言っちゃいけん。いやいけん。それは言えるね。もう言える言える。一応録画とかしおるけどね。そうそうそう。でもさ、あの一回あの私車屋に勤めとった時があって、その時にあのなんていうの、もうインターネットオークションみたいなシステムになっとったよね、車の仕入れるのにもさ、そういうのがあってさ、やりよる時にそのオークションのシステムの会社にどうしても緊急で連絡取りたいのに、言うたらまあ土曜の夜とか、言うたら連絡つかん時間帯になってしまうとったよね、で電話してもちろんそのアナウンス流れるじゃん、なんとかしてつながりたい思うてから、あのまあよくさ米印とかさ、なんかこうあるじゃん、なんかこう押してくださいみたいな、そんないんじゃけど、押してみたんよ、そしたらアナウンスからプッ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 プっていうさ音に切り替わったんよ、これ絶対なんか暗証番号入れたらつながる思うて、何桁っけ、それこそ4桁6桁じゃないんよ、10桁とかよ、をさずっと数字押しとったらつながってから、繋がったんやけど向こうも誰なんかわからんじゃん、言ったらその知っとる人しか繋がらんところじゃけさ、でもさ、要、うん、さその十何桁のさ番号さ、当てたよね、よっぽどだったんや、もうどうしても繋げんねえけんかったんよ、なんなんそれな、もう永遠やり何回か やらったんじゃけ、ずっと当てずっぽ、それとも当てずっぽ、当てずっぽ、どんな能力があるの自分なんか金庫とかも開けるよ、もう普通10段もうとりあえず4桁でもさ何通りあるの、もう ありえまあ、そうじゃけほんま、でもじゃけ何箇所かつながるとか多分きっとあって、そのどっかにつながったんだろうけど、どうやってあれしたんですかみたいな、向こうはそれしか聞いてこないね、私は要件を伝えたいんだけど、でどうなったか忘れたけど、でもまあそれはつながったのは覚えとる、びっくりじゃね、もっとセキュリティとか強化せにはいけんと思ったんです、でもそんな、あと初めて知ったそのアナウンスが鳴って、そういうことをやったらつながるっていうのが、あじゃあ今は分からんけど、そういうシステムになってるとこもまああるんじゃない、じゃあその関係者とかさ、もうあの営業にかけ直してくださいって切れる前にとかいう感じだろうね、ほんま、へえすごいね、へえそれ知っとどんなだけおるんだろう、いや初めて知った、そうあるやん、そういうのがすごいね、ドッグ様、ドッグ様あなたじゃない
あ、はい、私こうやこうや、あと13分でおしまいだけど似顔絵はなしの方向ね。怖くないね。何あのペンがないじゃん。え、置いとったよ、ここに一緒に。あ、落ちてる落ちてる。ああ、おじんばさんが、ほんまこの人は寒いんじゃもん、足元がもう。じゃじゃん、最高な。もうあれだね、ほんま、あの何にもあのせずに喋り倒したね。自分のセキュリティレベルを上げても相手のセキュリティを打ち破る2人。うまいね、それで。うまいね。こたつないんよ、ナットマンさん。買って。どこに置く。まずそこだろ。こたつ買ってくれたら考える。にキャンディーが似顔絵を描いている間ですね、お店の紹介を自分の今あのレミニスの方ではですね、私のマイブーム、うん、このスヌードがおすすめ。私はね、そういうなんかあのこうつながったね、うん、あれが流行って、これはあったかいです。もうあのかけとくだけでもいいし、二重にしてからネックウォーマーみたいにでもいいし。ん？はじめましてのリツイートさんがヒラピーあえて読まんとくわ。あ、見よる見よる見よる。見ずに書きいいや。見ずに書きなさいよ。あ、ナットマンさん、スヌード、スヌード。今日ね、うん、ある意味ね、これね、ケアだと思うわ。あ、ヒロさん、そのまま縛って、こうさ。なんでや。逆に可愛い。あったかいんよ。かわいい。なんかね、今日は、うん、ついに破壊。共産待ってます。赤マジック。ホワイトボード用赤マジック。今日はね、あのね、姉さんっていうか、うん、この、なんかね、この絵がかわいい。かわいくなった。ああ。これはね、100% 姉さんじゃないけど、うん、むっちゃこの絵かわいい。なんで 100% 姉さんじゃないけど。さあ、映るかな？めっちゃかわいくない？これ。ねえ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 。あのさ、お姉さんじゃないけど、めっちゃかわいい、これ。お前の方の目の方がでかすぎる。違う、あの、ね、絵というものは、あれよ、あの、その人の特徴をつかんで、どれだけ強調できるかっていうので、でもあなたの目は違う。うるさいよ。これかわいくない？ちょっと姉さんの方。かわいいよね。かわいいじゃん。ねえ。でもこれ 100% 姉さんじゃないけどね。うん。アンパンマンと誰言うなと思う。むっちゃこれかわいい。あ、ブルマンさん、こんばんは。こんばんは。まだいつもこの終わるときはブルマンさんって。いやでも見て、この番組に間に合うように帰ってしまった。嬉しい。嬉しいね、もう。そこには愛があるね。愛がある。愛がある。愛に愛がある。今行くよ来るよ言うな。いい加減にして。もうあれだわ、もう愛か愛情だわ。ヒラピーシノリンより愛ちゃんの目の方がちっちゃいけど、ほらね、おかしいよね。いや、目の目の大きさだけで言ったら多分私の方が大きいけ。ほんまほんま私の方が大きいけ。まあヒラピーに、まあその辺は。ほんまほんま、この間もね、あのヒラピー来た時に言うたけど、そのメイクしてない時と、うん、振り幅、あんね、振り幅、あんね、あのね、上中下とあるんよ、うん、下はもちろんしてない時、うん、中は仕事行っとる時、うん、普通のメイクの時、うん、で上は、ね、プライベートでちょっとメイク頑張ったぞっていう時があるよね。メイク頑張っとる、この間のイベントとかすごかったやろ。もうめっちゃ頑張っとったっけあれ。ほんまなんかね、あれね、小さんトイレから視聴中、うん、あれよ、10月のイベントね、ほんまなんかやりたいね、あのメイクだみたいな、コスプレ、
コンテストあるしね、12月はね。あ、そう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 。コスプレコンテスト、あ、そうそうそう。控え室のあれをせにゃいけない。そうだろ、ヒラビーも認めるだろ、腕の良さ。じゃろ。ほんまね、すごいと思うよ。ていうか、ノブハリセンボンとかいらんこと言うのに、メールの返事こんじゃん。カキパーティーの。あー、お返事よろしく。イベントのあれ告知書や、最後に。うん、ざっくりじゃねえ。ざっくりじゃねえ。どのやつから、フリマ、まず。あのね、うん、順番で言ったら、うん、尾道で仕事一っていうかね。はは、どうぞ。尾道で仕事一っていうのあって、あの尾道の法道寺っていう、あのお寺でもうかれこれ何回目ぐらいになるんだけど、結構こう、ハンドメイド好きの人にはすごい人気がある、イベントで、本当たくさんの、お客さんが来る、なんか狭いところなんだけど結構にぎわう手仕事市なんですが、それが、来週の週末なので、何日になるんけ。何なんだ。いやいや。何なんだ。ね、19、20とあります。それは、私だけが参加するイベントなんですが、もし、よろしければ、尾道にぜひ旅行がてらに来てください。まあ尾道すごい結構いい街なんで、仕事を兼ねてちょっと尾道のね坂を上がったり降りたりしてみてください。その次のイベントが、11月の23日もね、お店の前でやるフリーイベントで、そこは姉さん、はいはいはい、11月23日水曜日祭日は、12時から3時で、私のお店レミニスの駐車場で小さなフリーマーケット、これがもう第23回、はあ、どうやった、結構やったね、結構やった、うん、第23回で、今回は、うん、普通は毎月第3土曜日にやってるんですけども、うん、今月はちょっと23日の祭日に変えさせてもらって、うん、尾道の向かい島にある番組でも紹介したことのある雑貨屋さん、アン A さんっていうお店の1周年の、うんうん、記念のコラボイベントということで、うちでフリマをすることになってます、うん、なので雑貨屋アン A さんの方も雑貨を持ってきてくださるので、うんうん、今結構昨日ライスの食器とかを持ってきて、うんうん、てくれます、うん、で初めての参加の方も東広島の方とかから来てくれる方とかいろいろいらっしゃって、うん、一応もうここの駐車場に入るフルのビーチブースでもう締め切ってます、うん、でさっき見てくれてた愛理ちゃんも、うん、ワイズさんっていう名前で、うん、ミニ観葉植物とミニ盆栽の出店が決まってます、うん、で12時から3時10時から3時、はい、一応まあ私もそれに参加させてもらいますので、はい、お時間ある人は最初なんでちょっと遊びに、ぜひぜひ、はい、遊びに来てください。あ、シンタ、ほんま最後の最後だね、今北産業。わかんかったし。で次が、12月の11日だね。そうそうそう、12月11日日曜日は、三原駅前広場で、うん、次の輪祭りという、祭りを、主催でやります、うん、でこれはまだ出展者募集中で、古いと思うんだろ、違うよ。聞かれるんよ、次の輪祭りの次の輪ってどういう意味かって聞かれるんだけど、次の輪っていうのは私が作った造語なんですけども、後継知恵の輪、人の輪を合わせた造語で、古き良きものを大切に世代を超えて共有し語り継ぎ、知恵を継ぎ、知恵の輪のごとくその過程を楽しみ、人とのつながり、輪を大切にすることをイベントを通して体験体感していただくことを目的としていますということで造語です。で、次の祭りにカープ侍さんも来てくださいますし、うんうんうん、コスプレコンテストもやりたいと思ってます。で、ね、勝手に、うん、
ヒロさんの協力を得て、うん、シミーさんの協力を得て、うん、ユースト配信もねやりたいなと思った。そうやね、なんかねいろいろやりたいよね、うん、うん、ほんとほんと。でヒラピーが全面的に協力してくれるらしいけどいろいろと。でこのブルマンさんつながりでつながったそのもっちゃん、山口のもっちゃんも、うん、ボランティアで出てきてくれるので、うんうん、手伝ってもらおうと思ってますブルマンさん無事、失礼な、一人喋る一人アホツイートに付き合うあ、漢字がわからない、次のは違うけ、なんなんなんナットマンさん、お、ヒラピーがちゃんとあれしてくれてるよ。そうそう、もっちゃん来てくれるんよ。あー、ヒラピーありがとう、仕事しとる、ちゃんと仕事しとる。 Facebook の次のお祭り実行して委員会グループ招待かかるの連れとる。あれ、イカサに行け。待って、ヒラピーに送りますので。父のマグマとかよう意味がわかるもっちゃんというと読み方がわからん、ユフィンじゃないよタブセの、うん、まあそんな感じで盛り上げていきたいと思いますので。あ、タブセか、うん、うん、そうそう。じゃけいろいろまだ準備中なばっかりですが、一応コスプレコンテストやって、ユースト配信やって、うん、カープ侍さん来てもらって、うん、手作り雑貨市があって、うん、フリーマーケットもあって、うん、で食べるものもやってっていう感じのイメージで、うん、まあちょっとした祭りを駅前でやろうという形で、うんうん、雨天結構、うん、でまあフライヤーとかがね、うん、あるんで、うん、もしもね、うん、置いてくれるよっていうお店とか、うん、もう自分でそのモットって、うん、ちょっと配ってあげるよっていう人がおったら、うん、ぜひぜひお手伝いを。やっぱね、いっぱいの人に来てもらって成り立つイベントじゃけ、うん、まあそういうところでぜひ配ってあげてもいいよとか、置いてあげてもいいよとか、うん、なんかあったらぜひぜひ助けてください。はいはい、なのでちょっとよろしくお願いします。はい、そんなこんなでちょうどいい時間ではないでしょうか。あ、本当だね、うん、ちょうどいい時間に並びして、はい、でトイレで視聴しながらコーヒー飲みながらすごいねあ、ヒロさん、コスプレはもうどんなものでも、もちろんです。で、うん、コスプレコンテストの一応エントリーのフォームも作ろうかなと思っていて、うん、私ちょっとあんまりなんていうの、得意分野ではないというか、うん、詳しくないけ、うん、なんか前ね、やった時に、うん、合わせとかできんのみたいなので、合わせって何ですかって言ったんだけど、うんうん、次言ったらさ、今はもうちょっと不倫かもしれんけど、うん、プリキュアで言ったら、誰々をやるけ、うん、誰々来てくれませんかとか、うん、そういうことを、告知というか出せるようなのを作った方がいいのか、はぁはぁはぁ、へぇ、なんかね、組み合わせがあるじゃん、やっぱり。はぁ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 。そういうのもあったら面白いんかなと思ったり。それは合わせって。だってへえ、うん、小松女子に埋められるのね。はい、はい、どこに、どこに埋まりたい体、あ、ブルマンさん、余裕あるよ、埋まる余裕ここら辺に全然あるよ全然埋まって出てこれんくなるよ、その代わりあり地獄、うん、ほんまほんまじゃあ、こんな感じで、はい、じゃあ来週は、来週はあれ、まだ10月じゃ、カレンダーほんまやね、2011年、あ、ここに言われた、11月、今日が10日、じゃき17日か、うん、何もない、大丈夫、何もない、大丈夫、何もない、うん、何もない、大丈夫。じゃあ普通通り、普通通り9時半頃から営業ということで、はい、よろしいでしょうか。はい、よろしくお願いします。ぜひぜひ来週も遊びに来てください、はい、あとチラシ配ってくれるよって人はぜひお知らせください。はいはい、よろしくお願いします。じゃあ今日はエンディングの曲、期待に応えて、はい、夢飛行機、はい行きましょうかヒロさん、ヒバゴンコンさんがね、チャリティーの CD を2枚買ってくれて、代金をすいません預かったままになっておりますので、お渡ししたいと思います。はい、また次納品の時にでも、はいはい、じゃあまた来週、バイバイ、ありがとう、ありがとうございます、バイバイ。
風に吹かれ歩き出せない時も恐れないで立ち向かう